二人の息子の例えは、新約聖書のマタイによる、福音書に登場するイエス・キリストが語った神の国に関する例え話で、ある。キリストの洗礼祭壇が、ヘラルト・ダーフィット・イエスは、エルサレム神殿の祭司長、長老たちを前にして、次の例え話を語った。ある人に、二人の息子がいった。父は、兄のところに行って、今日、武道園に行って、 働きなさいと指示した。すると、兄は、わかりました。参りますと答えたが行かなかった。また、弟の方にも、武道園に行って、働きなさいと同じように指示した。弟は、嫌ですと答えたが、後で考え直して、武道園に出かけた。イエスは、再始長や長老たちに、二人のうち、どちらが父親の望み通りにしたのかと尋ねた。 彼らは弟の方ですと答えた。鳥税人や遊女の方があなたたちより先に神の国に入る。ヨハネが義の道を解いて鳥税人や遊女たちはヨハネを信じた。あなた方はそれを見たのに彼を信じようとしなかったとイエスは彼らに言った。21時28分あなた方はどう思うか。ある人に二人の子があったが兄のところに行っていった。子よ、今日。 武道園へ行って働いてくれ。21時29分すると彼は、お父さん、参りますと答えたが、行かなかった。21時30分また弟のところに来て、同じように言った。彼は、嫌ですと答えたが、後から心を変えて、出かけた。21時31分この二人のうち、どちらが父の望み通りにしたのか。彼らは言った、後のものです。 イエスは言われた、よく聞きなさい。鳥税人や友女は、あなたが頼り先に、神の国に入る。21時32分というのは、ヨハネがあなた方のところに来て、義の道を解いたのに、あなた方は彼を信じなかった。ところが、鳥税人や友女は彼を信じた。あなた方はそれを見たのに、後になっても、心を入れ替えて、彼を信じようとしなかった。マタイによる、 福音書21時28分32、交互約聖書イエスが、エルサレム神殿の境内で人々に教えていると、祭司長や長老たちが近寄ってきて、何の権威でこのようなことをしているのか、誰が権威を授けたのかと言った。それに対してイエスは、では、私も尋ねる。それに答えたら私も答えよう。ヨハネの先例は、天からのものか、人からのものかと言った。 祭司長や長老たちは相談しあった。天からのものだといえば、では、なぜヨハネを信じなかったのかと言われる。人からのものだといえば、周りにいる群衆はヨハネは、神が使わした預言者だと信じているので何をされるか、怖い。そのため、わからないと答えた。イエスは、それなら、私も、何の権威でこのようなことをするのか言うまいと言った。群衆から、 支持されているイエスと祭司長や長老たちとの間で、神から与えられた権威をめぐって、厳しい緊張関係が生まれていた。イエスがエルサレムに入って、その緊張関係がさらに高まった。その中でイエスはこの例え話を語った。例え話の中で、兄は祭司長や長老たち、ユダヤ人権力者を表し、弟は長税人や娼婦たち、罪人を表している。 そして父親の武道園に行って、働きなさいという命令は預言者であるヨハネが進めた、洗礼を受け入れ、悔い改めること、神の命令に従うことを表している。イエスは、神の教えの伝道を始める前に、洗礼者、ヨハネの元に行き、彼が授ける洗礼を受けていた。またヨハネは、イエスの登場に先立ち、ひたすら、神の民の悔い改めを解き、 多くの民に洗礼を授けていた。これは、神の武道園を神のものとしてお返しするための浄化作業を意味していた。朝税人や娼婦たちは、自分の罪を自覚し、ヨハネの悔い改めの洗礼を受け、考えを改めた。それに対し、祭司長や長老たちは心を固くなにし、ヨハネの洗礼を受けることなく、自分たちこそが神からの権威を授かっているのだと、満身を起こし、 考えを改めようとしなかった。そのことをイエスはこの例えによって批判している。この例え話の中心主題は自分の罪を自覚して今までの生活を変えること、考え方を変えることである。そのために必要なものは心の柔軟性と心の謙虚さであろう。ここで引用した聖書の本文は交互約聖書であるが交互約聖書と神教同約聖書では 内容が異なり、兄と弟の発言が入れ替わっている。これは、元の古代ギリシャ語のテキストが2種類あることに、起因しているが、イエスが例え話によって主張している意味に変わりはない。対象解約聖書と新解約聖書は、交互約聖書と同様に考えを改めたのは、弟の方となっている。また、明治元分け聖書とフランシスコ解約聖書は、 新境同役聖書と同様に考えを改めたのは兄の方となっている。ありがとうございます。